レアートエデンの梅ちゃんと、梅ちゃんと、ということでね、今日はね、なんかフィリピンの中国の正月なのかな、多分だから、これで風船を売りたいと思います。50ペソで1個ね、30分やって、だいたい僕がいくら売れるか。誰も興味ないというか、もう全然ね、このことでね、ビジネスを勉強したいと思います。